のりちゃん、うつ伏せの練習しようとしたら寝始めちゃいました。鼻は詰まってないから大丈夫ですね。でもこんな学校で寝ちゃうなんて初めてですよ。のり、寝てんの？寝てんのかな、のり。のりちゃん、じゃあちゃんと寝ようね。こんな格好です。